甘酒どうですか。美味しいです。美味しいですか。最近流行ってますよね。流行ってるんですね。はい、甘酒。嫁さんも飲んでますよ。あ、そうなんですね、はい。ありがとうございます。いただきます。部屋は誰と一緒なんですか。部屋はハセなんですけど。ああ、まあ、ハセもすごい気使ってくれて、はい、まあ、ずっと僕は部屋いるんで。店主とも仲良くなりましたか。だいぶ、そうですね。コミュニケーション取れるようになったし、はい、キャンプ入ってからですね、だいぶ良くなりました。みんな良くしてくれて、いい子たちばっかりなんで。あ、そうですか。良かった。キャンプどうでした。早かったんで良かったです。早かった期間が。仙台とか1ヶ月ぐらいあるんで、ちょうどいいっす短期集中で。はい、でもだいぶいい感じですね、体は。あ、そうですか。大分、はい、戻ってからも頑張ってください。頑張ります。小出選手、キャンプどうでした。いや、もう結構体きついですね、今。でも頭も使ってみんなとコミュニケーション取れて、めちゃくちゃいいキャンプだったなと思います。何喋ってんの、選手会長。あ、そうだ、選手会長ですね。選手会長だ。抱負言わないと。抱負、いや、チームを厳しい規律でまとめ上げて、キャプテンと副キャプテン、副キャプテンだっけ。そうだよ、副キャプテン締めるかねキャプテンは俺らしっかりしないとダメだでもまあ全体的にすごい楽しく、厳しさもあっていいキャンプだったなと思います。今年も頑張ります。頑張ってください。キャンプ終わりました。キャンプお疲れ様です。どうでした、キャンプは。キャンプ終わって、まあ新加入選手ともうまくコミュニケーション取れましたし、まあ充実したいいキャンプ過ごせました。まあ帰ってからもまたみんなで、競い合って、合わせていって、開幕に向けていい準備していきたいと思います。ありがとうございました。頑張ってください。伊沢選手、ちなみに同じ部屋は誰ですか。渡辺新太です。あ、どうですか、新太君は。あ、渡辺選手は見た目に反してすごい真面目で、しっかりしてて、責任感も強いですし、やってくれると思います。あ、期待できますね、はい、期待してあげてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れました。他の選手と仲良くなりました。はい、まあみんなと喋って、何でと思います。初めてのキャンプでしたが、はい、どうでした。いや、羽田健人選手が優しくて本当楽しかったです。一年自主練してるもんね。はい、羽田優しいです、ね、夜まで自主練してるからね大会さん、大会さんいるから、大会さんいるから。どうした同じ部屋は誰です。あ、北斗君、下田。あ、下田選手はどんな感じでした。いや、めちゃくちゃ面白いです。なんか結構真面目かと思ったんですけど。あ、そうなんですね。不真面目っていうことじゃないですけど。意外にめっちゃ楽しいです。最後にサポーターに向けてメッセージを。新人ですが、今年1年試合に出るように頑張ります。キャンプはどうだったですか。バッチリコンディション上がりました。しっかりと走って、筋トレして、ゆもくって、寝て、繰り返しでしたけど、充実したキャンプでした。ありがとうございました。ちなみに香川選手、誰と同じ部屋でした。僕、藤本です。あ、まあ、あんま仲良くなってないんですけど新加入の選手とは仲良くなりました。ちょっとまだ壁があります、ね、特に誰と壁がありますか。壁か、黒黒が一番絡んでないかな。誰かな、絡んでるのは。あとはちょいちょい絡んでるんで、ちょっと黒ちゃんにちょっとちょっかい出していきたいと思います。ありがとうございました。はい、頑張ってください。体がバキバキですチームの雰囲気はどうですか。副キャプテンたちがよく声出して頑張ってくれてるんで、トネ君が心強いですね。どうでしたか。すごく充実したキャンプができたと思います。あと
あの出身が鹿屋体育大学なんで、鹿児島でやれてすごい良かったなと思います。みんなと仲良くなりました？あ、そうですね、みんな優しい選手たちばっかりで、すごくあの入りやすかったですね。じゃあ最後にサポーターに向けてメッセージをお願いします。開幕に向けて、残りの期間、まあ、一生懸命プレーして、あの、まあ、まずは開幕戦勝てるように、全力で準備していくので、楽しみにしててください。高山選手お疲れ様です。お疲れ様です。キャンプ終わりましたか？どうでした？そうですね、今回ちょっと短かったんですけど、まあ、けどチームとしてやりたいこととかすごいこう全体として共有もできるようになってきたし、まあ、ここからどんどんもっと上げなくちゃいけない部分もたくさんあるんですけど、しっかりトライアンドエラーしてそれを修正するっていう練習もできてると思うんで、はい、いいキャンプになったと思います。わかりました。新加入選手と仲良くなりました？あ、そうですね、仲良くなりました。同い年もいるんで、はい。じゃあ最後にサポーターに向けて、開幕まで、まあ、まだちょっと時間あるんですけど、しっかりいいチームになるように頑張るので、待っててください。よろしくお願いします。キャンプ終わりましたがいかがですか？まあ、なんか僕のイメージしてるキャンプと違ったキャンプでしたけど、まあ、充実したキャンプを終えられたと思います。そのイメージと違ったっていうのは湘南とのキャンプとちょっと違うっていうところですかね？なんかもうちょいフィジカル的に追い込んでみたいなイメージの方が強かったですけど、まあ、大分はフィジカルっていうよりかは頭の方を刺激するような内容が多かったですね。なるほど、わかりました。それではサポーターに向けて意気込みですとかメッセージをお願いします。まあ、本当皆さんの支援があるからこそこういったキャンプとかも行えたと思うので、そういった声援とか支援を無駄にしないためにも公式戦の舞台でしっかり頑張ります。頑張る。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日は J1 との初のトレーニングマッチでしたけど、どうだったでしょうか？そうですね、やっぱりプレッシャーも全然違うし、そんな中で、自分たちのモチベーションも高く試合できたんで、で狙いとしていることもいろいろできたし、味方とのコミュニケーションもかなり良くなっていってると思うんで、すごく今日の試合はいい手応え感じました。いよいよキャンプが終わって開幕まであと3週間ということですけど、残りの3週間で開幕に向けてやる必要があること、これからどういうことをやっていきたいと思いますか？まずキャンプ終わって割とこうチームとしてのコミュニケーションとかそういう部分でかなり、まあ、良くなったと思うんで、みんな仲良くなったと思うし、またこれで大分帰ってトレーニングするとまた今までと違う、こういろんないいことがあったりすると思うん でそこでしっかり、まあ、大分で戦術とかチームの狙いをもっと合わせてでやることをしっかりもっと突き詰めてやっていけば、いい開幕にはもっともっといい状態になるんじゃないかなと思います。じゃあ最後にサポーターに一言メッセージをお願いします。少しずつ開幕が近づいてきましたんで、僕も楽しみだしみんなも楽しみだと思うんで、開幕まで、楽しみに待っててください。最初昭和電工ドーム大分なんで、そこで、一緒に戦いましょう。監督お疲れ様です。お疲れ様です。キャンプが終わりましたがいかがだったでしょうか？
本当1週間のキャンプだったんですけどね、非常に新加入選手そして既存の選手戦術の浸透をしっかり測ってくれて、だいぶ共有することができました。まあ、本当開幕まで3週間ぐらいなんですけど、非常に楽しみですね。まだまだ、細かいところは詰めていきたいと思いますけど、非常に良いキャンプをできたと思います。はい、では最後にサポーターに向けて一言お願いいたします。そうですね、本当このキャンプも非公開でしたし、練習も非公開に今なってますし、なかなかこう見に来られることはできないですけど、楽しみにしていただきたいと思いますし、非常にいいチームを作れているというか、期待してます。必ずトリニータのサッカーをピッチで表現してくれると思うので、期待してもらって、ぜひスタジアムに、来られるのを楽しみにしていただきたいと思います。今シーズンもしっかりと頑張ります。また応援よろしくお願いします。とりあえず去年の4位を超えれるように皆さん投票お願いします。はい、ありがとうございます。毎日みんな欠かさずやってくれるように、兄たんはもうめちゃくちゃ SNS 更新してください。兄たん頑張って。はい、